景色だな。こうやって見ると、ミニ四駆に色々とロマンを詰めてきたな。にわからさん、浸っている場合ではないですよ。今月のコロコロを見てください。ミニ四駆の魔改造をコロコロに取り上げていただきました。QR コードを読み込んで、コロコロオンラインに移動してスクロールすると、見覚えのあるマシンたちです。にわからの取材記事が出てきます。コロコロに乗るのはロマンが過ぎるので嬉しいです。内容は初めての動画投稿やきっかけ、魔改造について、その他色々、初で情報ばかりです。普段は店舗の都合で日語り少ないですからね。見場続きは記事を見ましょう。コロコロ公式ツイッターにもツイートされているので、リツイートしていただけると停滞気味の私のモチベが上がります。それではまた、のし。